わあ、なんかいる、なんかいる。ねえ。エヴァン。さあ、ということで、アトモスクイーンですね。レベル55か。一応ね、上がってはいるんだけどね。この旧地下水道で。うわぁ今のめっちゃもったいないな。申し訳ない。ダイレクトに当たってしまった。よし、行きましょう。よく言えば半分ぐらいまで持っていきたいけど、ちょっときついかな。3分の1ぐらい。まあ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 、強いっすね。まあレベルの問題もあるんだろうけど。ただ勝てる相手だとは思うんで、頑張っていきたいですね。やばいやばいやばい、危ない危ない危ねえ危ねえ。それ強いわ。お、なんかやってくるか。とりあえず半分ぐらいまだね、削ることできました。うわ、なんかやばそう、やばそう。うわー、えげつな。何でもあるじゃないですか。もうただ今チャンスですね。なるほどね、回復しちゃうのか。じゃあ倒した方がいいですね、そんなら。よーし、2度目の覚醒ですね。2度目の覚醒来ました。ありがとうございます。できるだけ頑張りたい。もういっちゃいいんじゃないか。結構いいところまで行きましたよ。よいしょー、もう一丁、もうちょい、もうちょい。よし、
もうちょっと、はい、やば、やばい、やばい、やばい、危ない、危ない、危ない。いける。よーし、ありがとうございます。なんとかなったー。ありがとうございます、命の恩人様。メグはもうダメかと思いました。危ないから一人で地下水道を歩くなって注意されていたのに、言いつけを破っちゃって。怪我はなかったみたいでよかったよ。ねえ、よかったよかった。はい、ところで皆様はどうしてこんなところに、うん、私たちニャオン族のスラムに行くところなんだ。ん、あんな場所にわざわざよその人が来るなんて。でもそういうことでしたら、後で私のところに来てください。さっきのお礼をしたいんで、絶対に来てくださいよ。大丈夫かな？これ追った方がいいんじゃないか？ただなんとか倒すことできましたね。よかった。こっちですね。いよいよか？ここがニャオ族のスラム。こんな狭いところで大勢のニャオ族が生活してるのか。地下水道と繋がってるからカビ臭くてジメッとしてるね。これなら風車の谷のアジュタの方がずっとマシだよ。それじゃあニャオ族の人たちにも話を聞いてみよう。聞いてみましょう。ねえ、でここにありましたね。おお、この子ね。はい、メグさん、桃色魚いいのか。ありがとう。貴重なのでは。お返しだ。もう爆速で返してるんだけど。まあでも受け取れないよね。ねえ、まあでも中団員をなんとかするしかないわな。うん、上ですかね。あ、いたいた。ニャウ族狩りといったところか。圧政を敷いたところで何も解決しないだろうに。すっかり腐ってんな。ニャウ族は今までマオ族を差別してきた。それに中団員の登場を歓迎しているマオ族も多い。僕はこれを見過ごしたまま約定を結んでいいとは思えないよ。じゃあどうする？ヤスに復讐するか？あいつは中衛アルを殺して国を乗っ取った。そしてここにいるみんなを虐げている。でも中団員を倒さないとゴロネールに平和は来ないよ。エヴァン。おい、お前の親父さんは人を見る目がないやつだったのか？
なぜそんな中段位を自分のそばに置いたんだろうな。それは。ごめん、ちょっと一人にしてほしい。おい。いや。もしかしてエヴァン様ですか？え？やっぱりお久しぶりですエヴァン様。ラティエ、久しぶりだね。元気にしてた？ええ、エヴァン様もご無事で何よりです。兵士が噂をしていたのでもう捕まってしまったのかと。エヴァン様、この国に続けるのは危険です。中大院様はあなたを捕らえるつもりでしょう。心配してくれてありがとう。でも僕は王としてゴロネールと同盟を結ぶために来たんだ。ですが同盟関係は難しいかと。ゴロネールはいわば鎖国状態ですから。そう聞いてはいるんだけどね。ラティエはこの国の現状をどう思う？このままだとゴロネールのみんなは。エヴァン様のお気持ちはわかります。私は中大院様はきっと目を覚ましてくれると思っています。ラウゼオ様もきっとそう思っているはずです。父上が？ラウゼオ様はマウ族への差別を和らげるよう手を尽くしてくださった初めての王でした。マウ族である私がラウゼオ様の次女となれたこと、そして中大院様が大臣に選ばれたこと、ラウゼオ様以外の王では考えられなかったでしょう。でも中大院は父上がマウ族を操るためにやったことだと思っている。そんな、中大院様は誤解しています。ラウゼオ様はニャウ族とマウ族の溝を埋めようとしていたのです。いえ、ただの次女に過ぎない私の言葉よりヘバン様の目でラウゼオ様の真意を見てもらった方がいいですね。エヴァン様、ラウゼオ様の手記を探されてはどうでしょうか。王家の墓に一緒に納められているはずです。父上の手記か。うん、それはいい考えだね。ラティエ、ありがとう。いいえ、お力になれて嬉しいです。どうか道中、お気をつけください。来たか。なあ。気持ちを落ち着いたみたいだな。うん。うん、さっきはごめん。お前の言う通り大丈夫だったな。だろ？ねえ。みんな聞いてほしい。今からゴロネールの王家の墓へ行こうと思う。そこに中への手記があるはずなんだ。僕は中への気持ちを確かめたい。行きましょう。よし。よーし、ということで着きましたね。入っていきましょう。よっしゃ。ここは王家の墓やな。ここも王家の紋章で扉の封印を解除できるんだ。していきましょう。
よし。よし、中に入ろう。あった、シウの式。なんて書いてあるんや？読んでみるよ。中大院、私がお前を大臣に選んだ日のことを覚えているだろうか。私が指名した時、他の大臣たちはこぞって反対したが、お前の決意に満ちた目を見て、私は確信したのだ。お前となら、マウ族とニャウ族の確執を埋めることができると。私の思いは、あの頃から変わっていない。中大院、お前ならきっと。シーベは心の底から中大院を信頼していた。な、エヴァン、お前はどうするんだ？よし。シーベの真意を知らせよう。中大院の目を澄まさなくちゃ。方針は決まったようだな。ですね。あとは話し合いの場さえあれば。よし。エヴァン、一度エストバニアに戻ろう。今はその時が来るのを待つしかないだろう。エヴァン様、ゴロネール王国から手紙だ。ああ？そりゃ、つまり中大院からってことか。ほう。やはり来たか。うん。ローランの狙い通りだね。ん？狙い通り？ねえ。なんで書いてあるの？国書、親愛なるエスタバニア王、エヴァンドリス・ファン・ニャンダル殿。貴殿の国の評判は我が国まで届いている。以前ローランドのより提案を受けた通り、エスタバニアと友好関係を築かせていただきたい。エヴァンドロのゴロネール入国を特別に許可する。必ず王家の紋章を持参されたし。ゴロネール王、中大院ジルベルク・チューダス。大丈夫かな？向こうは王家の紋章を欲しがっている。ローランは最初から紋章を取引の餌に利用するつもりだったのね。なるほどね。でしょうね。ああ。行くでー。乗り込むという形ですよね、堂々と。すげえな。な。あのね、よっしゃ。よし、行きましょう。おい。お前たち、ゴロネール城に何をだって、エヴァン様ですか？これは、これは、失礼いたしました。中大院様からエヴァン様がお見えになられたら、客人として城内に迎え入れるよう命令を受けております。中大院様は玉座の間にいらっしゃいます。うん。
場所ならわかってるから案内いらないよ。はい。では自分はここで。どうも。どうも。あ、ここに来るのはずいぶん久しぶりだ。よっしゃ。よし、なんとか浴場できるといいよね、ムスベルト。よし、では行きましょう。いや、お久しぶりですね、バン様。それにローラン、わざわざ潜入してまでご足労いただき感謝しよう。王家の紋章はご用意いただけたのかな。まあそう焦るなって、ちゃんと持ってきてるよ。ね、初代に聞いてほしい。僕は国王として君と話をしに来たんだ。国王としてか。追われてなお新しい国を起こすとは呆れた根性だ。僕はあると約束をしたんだ。みんなが笑っていられる素晴らしい国を作るって。そのために国同士で徒党を組むブラハバンの約定なんてものを、弱小国の考えそうなことだ。そうじゃない、ブラハバンの約定は。なりません。おい、中大、もう終わりにしよう。君がニャウ族とマウ族の長い因縁の中で今回のクーデターを起こしたのは分かった。でもこれ以上二つの種族の争いを続けたって意味がない。ニャウ族とマウ族の争いはここで終わりにしようよ。お前みたいなお坊ちゃんに何が分かる。我々の長きにわたる一族の屈辱、忘れた日など一度もない。ようやくこの手でニャンダールの血を絶やすことができる。ずっとこの日を待ち望んできたのだ。どんなことがあろうと、ゴロネール王国は渡さんぞ。まあ戦うことにはなるだろうなってのは思ってたけど、普通に硬くなかった今。